こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はですね、風池でですね、水道水は体にいいか、そして、このですね、水素水ですね、これは、体にいいか、そういったもので、試してみたいと思います。まずはあらかじめ入れた水道水をですね、まず試してみますね。ちょっと上で取ると思います。ちょっとお待ちください。それでは、やってみましょう。風池をするときにはですね、空の気持ちにまずなっていただきまして、言います。この水道水は私の体にとっていいものですか？はい、左前でございます。これはですね、やっぱり塩素とか、水道水ですから、そういった水でございます。体にとっては良くないという、そういった結果が出ました。それではですね、続きましてこちら、水素水、このマグスティックで作ったですね、マグスティックネオで作った水素水、これは体にいいかどうか、まずは聞いてみましょう。まずはこちらの水を直接入れてみます。これですね。それではやってみましょう。もう一遍、空の、ことにしまして、いきます。この水は私の体にとっていいものでしょうか？はい、時計回りに回っております。やはりですね、水素水ということで、私の体にとっては、いいものだというふうな形で、これマグスティック、いいような感じで出てきました。ですからこちらですね、水道水とですね、そしてこちら、マグスティックネオで作った、水素水、同じように、実際に、見えますが、分子レベル、または水素が含有しているというこんなことで非常に変わっておりますし、またこのマグスティックで、塩素が除去できております。まあそんなことでですね、また目に見えるのは一緒だけれども、似て非なるもの、それを分かるのがこの、マサキ風池ということでございます。ロハス村ではですね、まあ、こういったちょっと今うるさいんですけれども、まあ工事が進んでおりましてね、この中で、ちょっと今やってますが、今後ともですね、よろしくお願いします。またこれをですね、ぜひ学んでいきたいという方は、この週末に、勉強会がありますので、ぜひ来てください。それではさようなら。